こんにちは。すいません、僕ねパーカーさんじゃなくてスーツなんですけど、今回なんですけど、パーカーさんが東海道新幹線に乗って駅弁を食べるという動画を出されてまして、あ、これ面白いなと私もね全部拝見しました。で早速まあいろいろ疑問のポイントがお持ちだったようなんで、じゃあ私がそれを解消する動画なんか作らせてもらえないですかと聞いたらですね、快諾をいただきまして、もうすぐ返事来ました。びっくりでしたね。もう申し訳ないからお金出しますよって言ったんですけど、パーカーさんはやっぱそういうことにはあまり関心がないのか、もう全然お金ないんで無料で作ってくださいよみたいなお返事までいただいて、すいませんでした。ありがとうございます。これで新大阪駅なんですが、東海道新幹線乗るときに、パーカーさんは神戸大学の学生さんって聞いてたからね、新神戸駅から乗るのかなと思ったら、新大阪駅、多分新大阪の方が便利なんでしょうね。神戸に住んでいる人でもね、実は大阪から新幹線に乗った方が便利っていう場合もあるんですよ。でこの日どうも見る感じ年始の、帰省ラッシュみたいな感じだったんじゃないかと思うんですが、パーカーさんはあんま新幹線乗らないみたいですね。ご不安があるお客様の方に住んでました。まあ、僕ねしょっちゅうもう週に2回ぐらい東海道新幹線乗るんで、しょっちゅう乗るわけなんですが、やっぱこういう風に乗らないお客さんの方でね、こうスッと進んでくれると全体の流れが良くなっていいんですよね。だからこういう風に協力してくれる新幹線初心者の方は、頻繁な利用者としては本当にありがたく思っています。でこれから新幹線でね駅弁を購入されるっていうことなんですが、新大阪駅ってね、僕も駅弁のイメージなんですよ。東海道新幹線の新大阪駅は改札の中もそれから改札の外も駅弁屋の規模が極端に大きくてですね、でこんな風に上にずらっと並んでるんですけど、パーカーさんもおっしゃってるけど、こう上に駅弁がこうずらずら並んでると。でこれはね、売店の多分形によるとは思うんですが、これ多分売れない弁当が上に出てるんじゃないかな。結構こう数が余ってるやつは上に乗ってて、でまあ別に今すぐ売れなくてもいいやみたいなやつは大体この上には出ないんですよ。だから人気の駅弁はこの上には並んでいないという傾向にあります。これが種類が多い時の選ぶコツですかね。柿の葉寿司もその上に並んでたみたいですけど、たまたま数が余ってたのかな。でもね、柿の葉寿司はね、僕もよく新幹線に乗る時にね食べます。4回に1回ぐらい食べるんで、超おすすめの当たりの弁当だと思います。どんだけあるんだよってちょっと泣きそうなんですけど、ちょっとこれは多いな。こんなにね駅弁売ってる売店ってなかなかないですよ。日本中全国乗せても選択肢がありすぎる。本当その通り。メンタリスト DAIGO さんもおっしゃってたそうですが、僕もね横浜国大の経営学部で1年生の時に教わりましたよ。選択肢がありすぎると結局買い物はしないのだと。うん、本当にこれはねそう思う。もうちょっと絞って売ったらどうなんだって新大阪駅とか京都駅の駅弁売り場見ると思うんですけどね。まあ在庫がいっぱいあるのはいいことです。すぐ新幹線の駅弁で混雑してる時は売り切れちゃうんで。購入されたのが柿の葉寿司、本当にいい駅弁ですよ。後でまた食べるときに柿の葉寿司については紹介します。パーカーさんはのぞみ号に乗られたそうですね。動画の冒頭でも紹介されていたけど、今回はね、多分出張ということで、多分人のお金で新幹線に乗せてもらうということなんですが、だから指定席の切符を多分出張の会社からもらってたんじゃないかな。で5号車が指定ということでおっしゃってましたが、そうなんです。のぞみ号はね1号車から3号車までは、自由席なんですが、まあ、お正月の混んでいる時に自由席で行くなんて大変なことですからね。でようやく電車到着って書いてあったんですが、多分パーカーさんが自分で何時の新幹線に乗るか決めたんじゃなくて、会社から新幹線の指定席送ってもらったんじゃないかな。だから予定の時間まで新幹線がやってくるのを待たなきゃいけなかったんだと思います。多分パーカーさんちゃんとしてるから時間に余裕を持って新大阪駅早めに行ったんじゃないかなと思うんですけど、僕みたいに出発の1分前とかにホームに行ったりとかしないと思うんですけど、そうすると東京行きの新幹線がね目の前でどんどん出てるのに、わざわざ待たなきゃいけないってことをしたんじゃないかなという気がします。一緒にパーカーを作りませんかみたいな話をいただいたんで、実はね僕もね結構スーツさんオーダースーツ作ってくれませんかみたいな話来るんですけど、ギャランティーの方はみたいな話をすると大体お金はくれないという場合が多かったんで、僕はそういうことはやっておりません。まあ、ただパーカーさんは多分グッズ販売というのをやろうとされてるのかなとこの見る限り思いましたけどね。グッズ販売っていうとこうなんか儲けに走ってるみたいに見えると思うんで、これはパーカーチャンネルの視聴者の皆さんに向けて言っとこうと思うんですが、これを超えるパーカーが作れない限りは皆さんに売るしか資格がないというこのコメントですけど、これはね本当にね本人がねそう思ってるんだと思いますし、これお金儲けのためにやってるって感じじゃないと思う。グッズ販売ってね全然儲かんないんですよ。本当もう僕でさえそうなんで、僕やったことありますけど全然もう儲かんないからファンサービスの一環でやってるつもりだったんですが、多分パーカーさんもグッズ販売でお金儲けようってんじゃなくて、本当ファンのみんなに楽しんでもらおうと思って真剣に考えていることだと思いますよ。
いよいよ出発進行って書いてありますけどね、実は出発進行っていうのは新幹線では使わない言葉なんですよ、専門的には。だからこの点はちょっとこう違ってるんですけど、これはねオタク特有のね重箱の隅つきですからあんまり気にしなくていい。それよりもうおすごいなと思ったのが、あの新幹線の音って普通の電車のガタガタガタっていう音じゃなくてサラサラサラっていう感じの音、完全にスムーズな運行。そうなんですよ。これねなんであのこういう風になるかっていうと、新幹線は高速で走るんでガタガタしてると乗り心地が悪くなっちゃうから、レールとレールの間につなぎ目がないように作ってあるんですね。でその代わりあの坂道を勢いよく登ったりとかしてふわっと浮かぶようなジェットコースターに乗るような感覚を途中で覚えることもあって、この点気づくっていうのはね、あさすがなと思いました。隣のおばさん、新横浜まで行くって言うんだけど、席ここで合ってますか？そう、おばさんってよくこういうこと新幹線乗ってるとね、聞いてきますけど、ただあんまり普段乗らないような人に聞いてもね、これ席合ってますかって聞いても分かんないですよね。お正月とかそういう慣れてないお客さんがやっぱり多いのかなと思います。このカバンだけ置いてある状態ですから、僕はセキュリティ担当。まあ逆にね、僕はいつも自分のカバンをここに置きっぱなしになりながら、あの平然とトイレ行ったりとかね、するわけですけども、こういうふうにこう、周りのお客さんに自分の荷物、あの人荷物置きっぱなしでいなくなっちゃったけど大丈夫かなとか思われてるんですかね。よくもう財布とか椅子の上に置きっぱなしで行きますけど、取られたことないですよ。大丈夫じゃないかと思うんですけどね。無事で荷物の安全を確保した後に、お弁当タイムですね。お買いになったのがこの柿の外し。これどこの柿の外しかな？見るとちょっとわかんないんですけど、柿の外しってのはね、奈良の名物なんですよ。これは大阪の会社のですかね。あんまり車内で匂いのするもの食べたら危ないと思うんですけど、柿の外しはギリセーフ。これね、判断の基準なんですが、東海道新幹線の場合は特にそうなんですけど、改札の中で、売っている食べ物だったらば、別にそれは買って車内で食べても大丈夫だと思います。551蓬莱の、豚まんってのは有名ですけどね、東海道新幹線の改札の中ではお土産用しか売ってなくて、その場で食べるっていうものはね、売ってない。だからそれは、改札の中だったら今後も新幹線に乗るときにパーカーさんが買うときにそれを基準に判断されればね安心かと思います。僕の敬愛なる喋る鉄道百科事典のスーツさんに聞いてみてもいいんですけども、これは柿の外しの開け方ですね。いやね、これ鉄道百科事典視点百科事典というふうに言ってくれてね、僕も実は喋る鉄道百科事典みたいなものをイメージしてずっと動画をずっと今まで何年も作り続けてたんですよ。だからそこを注目してくれてるのはやっぱこの人めっちゃ頭いいんだなと思いました。この動画作ろうと思ったのもね、この喋る鉄道百科事典でここに書いてあったからです。で、この柿の外しの開け方なんですが、全然パーカーさんが嫌いとかそんなことはないですけどね。ここにこう、ビリビリになって二流の開け方だというふうにおっしゃってましたんで、じゃあ一流の開け方は何かと。一流の開け方はですね、こういうふうに丁寧にこの紙を畳んだりはしない。柿の外しっていうのは、なんかこう、なんでか知らないんですけど、周りのパッケージがね、もうどれも開けにくいんですよ。だから開け方とかないんですが、僕はいつもどうやって開けてるのかっていうと、もう完全にビリビリもう破いて、あんな綺麗にはしない。もうくしゃくしゃにして、それでゴミ箱にポイと捨てると。こんな丁寧なやり方はですね、してないんで大変お恥ずかしいなと思ってる次第でございます。あとガリもついていた。駅弁っていうのは基本的に中に割り箸とか、それから多分お手拭きもね、この中に入ってたんじゃないかなと思うんですけど、全部一つに揃って売るというのが一般的です。売店がもうすごい普通の弁当屋と違って、めちゃくちゃ忙しくて飛ぶように売れていくんで、中にあらかじめ入れておかないと箸とか割り箸とかね、それからお手拭きとか付け忘れたりすると、お客さんからの苦情になっちゃうんですよ。だから大体の場合、弁当の箱の中に入っているという弁当がもう大半ですね。お箸付け忘れってことは弁当ではありません。これ柿の外し、葉っぱ自体が食べれるかどうかはすごい重要な問題ってことですが、まあこれはね、柿の外しの葉っぱというのは、お寿司が蒸発するのを防ぐために包まれてるって、今はそうなのかもしれないですね。これはもうすごい昔からあった食べ方でして、これ保存食なんですよ。柿の外しって奈良の山の中、吉野とかそういうところで食べられていたものなんですけども、そんなところは生のお魚とかって食べられないじゃないですか。で、柿の葉っぱには殺菌作用があるってことで、これを周りに来るんで、それで保存食として食べていたという歴史があります。理系の人が握ってるかのような正確な四角さ。まあ、多分、理系の人が握ってるのかどうかわかんないですが、理系の人が設計した機械で多分握られているので、まあ、半分当たってんじゃないかなと思います。で、押し寿司とはいえ、まあ、こう、ビチッとこう、くっついてるわけではないんで、こういう食べ方をするとね、ネタの部分だけ取れるんですけど、これはね結構こうなる。僕もいつもこうやって食べますけどね、上だけ魚が先に口に入っちゃいますが、ご飯もなかなか美味しくちょうどいい味付けがしてあるんで、全部それを後で口の中で再度合体させて、もう一度おせちじゃないお寿司を形成すれば美味しく食べられます。実際ねバラバラに食べても美味しかったんじゃないかと思いますよ。ちょっとやっぱ新幹線の中ですからね、前のお客さんに紐使ってるんでしょう。なんかパーカーさんのこの顔を見てるとあんまり美味しそうに美味しそうな顔はしてないですが、でもね本当に美味しく召し上がったと思います。これは本当美味しい、すごい美味しかったですねっていうこの言葉には僕はとても共感できます。これ嬉しいところはお寿司8貫あるんですけど、これは多分種類のことを言ってるんだろうな。
いろんな種類が入ってる。大体の場合、サバと鮭とタイ、この3種類が多いですね。で、全部サバだったら途中で投げ出してっていうことなんですが、でもね、意外とね、どうだろう、あのパーカーさんに、まあ、もし今度何かあったら試してもらいたいんですけど、全部サバっていう柿の外しもあるんですよ。で、それもね、美味しい。あの柿の外しって、タイが一番高くて、多分サバが一番安いと思うんですけど、でもね、美味しいのはね、サバなんですよ。で、タイが一番、まあ、美味しいんだけど、あの美味しさで言ったらこの3つの中ではタイが一番下だと僕は思ってます。あの飽きない柿の外しは なんでなのか分かんないけどね。マスか、マスと鮭の違いって、あの柿の外し あのなんか2種類に名前がついてますけど、あのマスっていうやつを食べても、鮭って書いてるやつを食べても、僕は味は同じに感じますけどね。ヒカキンマフィアのマスを、そう、あの人もなんかね、かわいそうですよね。魚をこう埋めて、その動画出したら炎上して、それっきりもう見向きもされなくなっちゃった。登録者100万もいないのに動画は5万しか再生されないとかね。だってしかも柿の外しって保存が効くから1回で食べきらなく、そうなんですよ。これね、僕もいつもやるんですけど、あの柿の外しの箱がでっかいんで、カバンの中に入れるようなことはしないんですが、まあそれこそパーカーのポケットとかね、そういうところにあの余った柿の外しを 2,3 個入れといて持ち歩いて、でちょっとこう電車待ってる間に地下鉄のホームとかで口から柿の外し取り出して食べるみたいなことね、僕はやってるんですけど、やっぱこういう、もともと柿の葉っぱに包んで携帯がしやすい保存食として作られたやつなんで、本当にね、あのいい選択をされております。しかもここに書いてあるコメントね、サバ寿司のうまさに気づいてしまった。僕がさっき、あのサバ、鮭、タイの順番で上から美味しいということを言ったけど、あのサバの方が一番あの値段は安いんですよ。なのにここの最後のコメントでサバ寿司のうまさに気づいてしまったっていうのができるってことは、この人は本当にサバ寿司のうまさに気づき、柿の葉寿司をあのいつも食いまくってる僕と同じように楽しんだなということが分かりましてね、あのすごいこう共感したし、あのあ、これは本物の動画だというふうに思いました。あの新幹線の旅を、おそらくお帰りもあったんじゃないかと思いますが、楽しまれたことをお祈りしております。ではどうもありがとうございました。パーカーさんもご協力大変ありがとうございました。